Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. はい、どうもメガドライブ大好き阿部っちです。先日からですね、海外の MD ゲームの特集というのをさせていただいているんですけども、今回、ラストということで、まず一番最初にアステボルグの悪魔デモンズ・オブ・アステボルグからいきたいと思います。このゲームは以前にも紹介はさせていただいているんですけども、前回はテキストがすべて英語だったんですよね。なので英語ができない方にはちょっと難しいかなっていう内容だったんですけども、今回ローカライズ版というのを提供いただいてますので、少しこちらの方を見ていきたいと思います。ちょっと内容紹介の方を見ていきたいんですけども、アステボルグの悪魔は大魔界村、悪魔城ドラキュラ、スペースハリアーなど90年代の名作を彷彿させるメトロイドバニアアクションプラットフォームゲーム。 MD 対応ソフト史上初の120メガビット、120メガビットもあるんですね、のカートリッジサイズを誇り、レトロゲームの全盛期を思い起こさせる細かい設定や視覚効果が用いられ、さらに繊細なプレイテクニックが求められているということで、120メガビットっていうとね、リアルタイムではなかなかない容量だと思いますので、メガ CD 対応だったら実現はあり得たのかなというような内容ですね。昔夢中で遊んだゲームに負けず劣らず、もっとメガドライブの面白さを極限まで体験できるソフトをみんなに届けたいという制作者たちの思いから生まれた本作。10エリア以上のステージに分かれ、アステボルグの国に、蔓延する悪魔たちをさまざまなアイテムを駆使して倒していく。プレイモードは3レベル設定されており、何度遊んでも楽しめるゲーム。MD、MD 互換機用のカートリッジ商品以外にもダウンロード用ロム、Nintendo Switch や Steam でも発売中ということですね。ですので僕はカートリッジで購入しましたけども、ダウンロードでロムだけ購入したら、この間紹介しましたメガエバードライブプロとかにね、入れて、ゲームをプレイすることもできますし、その辺実機とかそういった互換機を持ちでない方でも Nintendo Switch とか Steam でも遊ぶことができますよということですね。では早速やっていきたいと思います。さすが120メガビットですね、ビジュアルシーンからこだわってますね。ということで、内容的にあれですね、悪魔と人間っていうのが、そう契約を結んで平和に暮らしていたのを悪魔の方が金を破ってしまったと、いうことですね。で、30年の時を経てこの今主人公の少年が大人になって、悪魔を、やっつけるという感じなんですかね。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあ、プレイしていきましょう。ちょっと軽く、一面を遊ぶような感じでいきたいと思います。これがジャンプと、B ボタンジャンプと A ボタン剣ですね。基本的にこの辺のシンプルな操作でいけるんですけど、チュートリアルがね時々出てくるんで、ほらこんな感じでね、進みながら B でジャンプして越えるんですよとかですね。でここしゃがみながら B を押すとこんな感じで抜けれるという感じですね。ガレス、ここにいたのか。敵がどこからともなく襲ってきた。任せろ、安全なところに行け。了解。ファティグか、もうとっくに絶滅したと思っていたのに。冷静なもんですね、さすが。あ、ここにね、説明が出てきたんですけど、この壁に向かって、この方向キーを押しながらジャンプしたら反対を押すんですよね、これで壁飛びができると。ガードたちがもう出動しているのか、思っていたよりもずっと深刻だ。
やでも文字が読めると快適ですね。さっきのは兵士が最初敵かなと思ってましたからね。橋が上がったままか、なんとか下げる方法があるはずだが、これを下げてなんとか渡らないといけないということですね。ここにちょっとスイッチらしきものがあるので、これで下に降りれるようになりました。こんなところに幽霊が、誰だお前。迷い込んで記憶が戻らないんだ。お前さんこそここで何を、地上にまた出たいんだろ。私を助けてくれるならお前の役に立ちそうなものを持っているぞ。私の記憶の断片がこの四国にあるのを感じるんだ。それを取り戻してきてくれ。約束はできないけどやってみよう。でも騙し討ちはやめろよ。どこにも行かないさ。ということで信用していいんだろうかというところですけど、まあ進むしかないですよね。さあどんどん進んでいきましょう。でこの下にね、これなんか怪しいやつがあるんですけど、これ頑張って走り抜けないといけないですね。おっと急いだ方がいい。これ本当にね急いだ方がいいんですよ。これいやーやばい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 、あーしまった。いけた。そうこれもねギリギリまでしか出てこないからしっかり飛ばないといけないですね。うんいけた。これどこに繋がってんのやろな。あ、ここに繋がってんのか。見つけたんだな、素晴らしい。さっきのあの地図みたいなやつが記憶なんでしょうかね、彼の。お前の中に魔法の力が眠っているようだ。約束通りこれをやろう。これでお前はここから出られる。なんだこれは魔法か。魔法が使えるのは悪魔だけだと思っていた。人間でも使えるものは存在するが、完全に使いこなすものはほとんどいない。でも挑戦してみるんだな。はっはっは。思い出したことがある。恐ろしい力を持つ青い悪魔は私の記憶をいじったんだ。アッセボルグの人に危機が迫っている、危険が迫っている。青い悪魔もしかして。ボフォートに知らせないと。急げガレス、これを止められるのはお前しかいない。なぜ名前を知っている、あんた誰なんだ。ガレス、記憶がほとんどないんだ。だから話せることはあまりない。でもきっとまた会える、そんな気がする。それまでは体に気をつけろ。待て待て、お前はあいつの仲間か。キル、俺をチビが話すだけ無駄だ。なんかうまいこと訳しましたね。ちょっとなんか頭がおかしい感じ。これは、これはね、この上のやつを押さないといけないんですけど、やって登れたかな。これか。これで。この上のなんかこう斧みたいなのが落ちてくるんですけど、これをうまく、あ、うまくやつの上で落とせばいけるんです。あ、でもこれで、そしたらね上に登れるようになりますね。あ、またこいつの怪力で落とされちゃうんですけど。こんな感じで、この感じ。できる、できる。
これを、ちょっとなかなかね、あの頭脳戦になる感じですよね。これも落としておいたので、あー失敗。まあ、うまくいけないですけど、よし。よし、なんとか倒せましたね。ボホートや他のみんなも無事だといいけど。ということで、これで一面クリアですね。はい、まあ、こんな感じで、あのいろんな謎解きをしながら、あの本当に、まあ、悪魔城ドラキュラのような雰囲気もありつつ、メトロイドバニア的なこう、ね、探索をしながら行くような、あの本当にいろんなゲームの面白さがギュッと詰まってるゲームなんで、あのこれ本当にこのゲーム、まあ、一部でねすごく話題になりましたけども、あの本当に面白いゲームなので、もしあの興味のある方は、まあ、あの僕みたいにカートリッジを買うと結構ね値段してくるんですけども、あのロムファイルだけで買ったりとかスイッチで購入すると、あれ確かスイッチだと2000円、いくらとかそんなんだったので、比較的ね、手軽に手に入ると思いますので、あの試していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、次は、アステブロス見ていきたいと思います。こちらですね、先ほどの、アステボルグの悪魔の、まあ、続編というか、まあ内容的にはまた違ったゲームなんですけども、まあ同じこうね、シリーズ的な感じで、出ているゲームです。ちょっと説明読みでいきたいと思います。 MD 対応ソフト史上初の 120Mbps 超えで話題となったアステボルグの悪魔に続いて、新たに1人でも2人でも遊ぶことができるローグライトアクションプラットフォームゲーム、アステブロス。本作はアステボルグの悪魔の時代よりずっと昔、楽園を探し求めアステボルグ大陸に足を踏み入れたものの、その地を踏んで戻ってきた者はまだ誰もいなかった。王の命を受け救出に向かった3人の個性豊かなヒーローたち、それぞれ異なるパワーを持つ3人のヒーローの中から1人を選び、次々とランダムに生み出されるダンジョンで出会う強敵を倒すため、囚われている者たちを助け出して味方を増やし、装備を充実させて次のステージに備えよう。至近距離での攻撃を得意とし、相手に致命傷を負わすことができるナイト。一定の距離を保ちながらも魔法スキルを繰り出し MP を消費せずに相手への攻撃ができるメイジ。離れた距離からでも素早い動きで複数の相手を倒したり、さらに仲間の動物を呼ぶことができるレンジャー。それぞれの特徴を生かし、ステージごとに敵に合わせてヒーローを選ぶことができるので、3人の中から好きなキャラクターを選び、毎回違った攻撃方法で攻略することもできるということですね。今回はあれですね、あのコナミのワイワイワールド的な感じでかどうかわかんないですけど、あのキャラクターをいろいろね、あのその場面場面によって選ぶことができて、それによって攻略法があるという感じでしょうかね。ダンジョン内にはコインや宝石の他にも敵の情報が載っている。敵図鑑のページやモディファイヤーと呼ばれる攻撃力や報酬がアップダウンするアイテム、回復力がアップしたり復活することができるアイテムなど、さまざまなお宝が満載。さらに囚われた仲間たちの中には、新たな武器を作り出すことのできる鍛冶屋や預言者など、今後の冒険を有利に進めるための大きな力となりそうな仲間がたくさんいる。コインや素材を集めて装備を購入したりアップグレードし、各ステージのボスを倒して貴重なパワーオーブを手に入れ、1人でも多くの仲間を救い出そう。1人でも2人でもプレイできますということで、2人同時プレイができるんですね。これね、あの一緒に遊ぶ友達がいると最高ですね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。ちょっとあれですね、アメコミチックななんか感じになってますね。
Aster Bros. Aster Bros. やっぱ結構ね、最近の MD ゲームは喋るやつがとにかく多いですね。いろんなとこで声が聞こえるという。はい。じゃあこちら、プレススタート。セレクトユアヒーローということで、どのヒーローがいいのかわかんないですけど、まあこの一番、戦士キャラっぽいやつ、これいってみましょうか。なんかこの一番最後の明治がなんかファイナルファンタジーっぽいんですけど、ついに着いたか、危なかった。土地もかなり荒れているが、土地もかなり荒れているがね、こんな感じじゃないですか、声ね。早く足を伸ばしたい。ここは戻れないですね。あ、ちゃんとチュートリアルが。あ、今回は B2 回押すとこうね、高くジャンプできるんですね。下と B でここを降りれる。C ボタンを押せって書いてます。 C を押すとこうやってすり抜けることができますね。 B と上でダウンダッシュを長押しすると爆弾を落とすことができる。なるほど。ここで下と、これがダウンとダッシュかな。爆弾が出てきましたね。これで宝箱を破壊できて、なるほど。で鍵取ったからこれで中入れると。さあどんどん進んでいきましょうか。君らは援軍だな。誰だ、王の命令で来た。ロリックと申す。前の軍人たちが探索中に行方不明になったので、彼らが建てたキャンプに案内しよう。ロリック、この島にはモンスターしかいないと思っていたけど、残念ながら今はそうだ。こうなるずっと前からここにいるので、この島の案内役を務めよう。なぜ我らを助ける？モンスターが仲間を滅ぼした。復讐に君らの助けが必要だ。どうする？選択の余地がない。それに服の色が気に入った。この服の色好きなんですかね、この人ね。よし、ロリック出発だ。おっと、こんな感じで、あれですね、マップがついた。ここなら安全だ。この場所は基地を作っても大丈夫だ。何もないところだな。今はおそらくモンスターの巣に閉じ込められた時は、閉じ込められた味方がいるはずだ。彼らを助け出せばきっと恩返ししてくれる。まずは自分たちが生き残らねば。万が一君らが敵に倒された場合は私がキャンプに連れ戻すから心配するな。ということで、多分あれでしょうね、やられてもここで復活してまたプレイ再開できるということなんでしょうね。一瞬の隙を狙って盗みを働くゴブリンに注意をしろ。了解。では最初の目的地は、モンスターは呪いで本拠地を守っていて、それを探すのは奴らが持っているマジックオーブが必要だ。北にあるピンクマンの砦は守りがいないようなので、そこから始めるのがいいだろう。ピンクマン、前にどこかで見かけた気がする。彼らはそれほど危険ではないので、良いウォームアップになる。出発だ。奴らを食っちまおう。私はここで待とう。準備が整ったらまた来い。ということで、ピンクマンをとにかくやっつけるということですね。変わろうか。これが、ここで変えれるんですね。ちょっとわからないですね。変わろうか。誰がここで有利になるのかちょっとわかんないですけど。準備完了。はい。これでこっちしか進めない。乗っているところから降りるにはダウンジャンプを押す。
匂いは何だ。ロリックによるとここはピッグマンに占領された食料庫らしい。もしかしたら食べ物が残っているかも。こんなもん食えるか。あ、これで意味か、これなんかわかんないですけど、一応剣を取るという行為になるのかな。はい、じゃあ取っていきましょう。モンスターが早速いましたね。ダンジョンの地図って書いてますね。これでなんかわかんのかな。今スタートボタン押したんですけど、あ、こんな感じで地図が、これもしかしたら自動マッピングしてくれてるのかもしれないですね。なるほど。結構いろいろあれですね、メニューがいっぱいありますね。あ、ちゃんとなんていうんですかね、操作の仕方も書いてあるので、分からなくなったらこれはね見れますね。一番こっちが、ミュージックオンオフクイット、これはアステボルグラップと一緒ですね。でここで降りれそうなとこあったんで、ここで降りましょうか。うわっちょっと待って、連れ戻してくれましたね。イエーイ。あんな一撃でやられる。大丈夫だ、ゴブリンに押されて武器や戦利品を盗まれた。途中で騒ぐだけど武器を見つけたから、とりあえずこれを使おう。ここなら安全だから、まず休んでまた準備ができちゃう。出発だ。イエーイ。そんなあれがゴブリンやったんですね。爆弾がないと開けられない金庫もある。なんかヒントをくれるんですね、こうやって毎回。弱い普通鉄拳。一応なんか武器を持ち帰れるのかな。あ、でもなんか場所進んでますね、さっきよりね。これは取られへんのかな。おお、なんだろう。あ、これがピッグマン。やられたそんなに強くないって、強くないらしいのに。
こちらですね、ディーモンクローっていうゲームがあって、これが実は、このアステボルグシリーズの最新版のようなんですけども、これまだこれから発売予定なんですけども、これもねなかなか面白そうなんですよね。ちょっと説明だけざっと読んでみますね。ディーモンクローは16ビットのアーケードスタイルゲームで、神話の世界を舞台に素早い動きが求められるアクションゲーム。ビットビームキャノン社およびピクセルハーツ社との共同プロジェクトで、 MD ジェネシスネオジオ、さらによりモダンなプラットフォームでも発売予定ということですね。ストーリー、平和だったナールの国は突然始まった神のズバーキングによる攻撃により大混乱に陥った。そして人類が生き残るための希望として選ばれた主人公は、強力な魔力を司るディーモンクローを手に、旅立つのだったということで、今ゲーム画面が出てますけどもね、主人公を変更することができ、 MD 版ではアステボルグの悪魔のガレスを選択することもできる。あ、こういうのなかなか熱いですよね。でモータルコンバット、トイストーリー、ソニック&オールスターレーシングほか、多数のゲーム音楽を手掛けるアリスター・ブリンブル氏による楽曲も楽しみにということで、楽曲の方もねちょっとしっかり力が入っているということみたいですね。うん、いうことなんで、こちら、ディーモンクローもちょっとね、こうご期待という感じでしょうか。はい、じゃあこちらのスペースハンターちょっと説明の方を見ていきたいと思います。スペースハンター、セガメガドライブジェネシス用にデモされたメトロイドクローンというところですね。ここのメトロイドクローンというところもちょっとポイントなんですけども、メトロイドなどのゲームが好きでセガメガドライブやジェネシスをお持ちなら、 MD ロムテストが開発するスペースハンターの今後のゲームの最新映像をチェックしてみるのもいいでしょう。このゲームは倒すべき敵や不気味なテーマエリアだけでなく、明るいセガのサウンドトラックも特徴でメトロイドを彷彿とさせます。パーオラ・エリクソンから送信されたこのニュースに合わせて、ハックゲームロングプレイから提供されたデモの最新映像をチェックすることができます。スペースハンターについては以下にリンクされている非常に初期のデモ以外に詳しい情報はありません。しかしプレイした人からは、今日はかなりの時間これをテストしてきました、誰もが求めていた中でも最も楽しいメトロイドではないです、銃器やキャラクターアニメーションは素晴らしいですなど肯定的なフィードバックが寄せられています。最高の部分です、雨が降っています、これは素晴らしい、素晴らしい仕事です、それでは早速ダウンロードリンクを示しますということで、一応こちらからですねデモ版を遊ぶことができますので、こちらダウンロードして遊んでいきたいと思います。はい、じゃあ早速スペースハンターやっていきたいんですけども、じゃあプレススタート。まあデモ版もありまして、すぐスタートですね。はい、皆さん、この時点で気づかれたことありますでしょうか。BGM BGM 多分アッとなった人にはアッとなったと思うんですけど、まあ聞いててください。はい、これが B で、攻撃で、A がこれ何なんだろうな、 C はジャンプですね。はい、もう BGM の分かりましたですかねそういうことなんですよ。これ だから大丈夫かなと思って、こうちゃんと許諾を取っているのかどうかっていうのがね非常に心配ではあるんですけども、もしくは完成版が今後出るとしたら BGM に関してはこう変更があるのかっていうねそこなんですけども、まあそういうなんか権利云々とか、まあそういうことを考えなければ結構嬉しいっちゃ嬉しいですけどね、この BGM がなるっていうのが。で見た目もなんとなくマーク3版のジリオンっぽい感じなので、ということで止まっちゃいましたちょっともう一回やり直しましょうか。ね、このなんか画面もあれですよね、マーク3で出ていた某アニメのゲーム化タイトルにちょっと雰囲気は似てますよね。でここからね、中に潜入していくわけなんですけども、でねこれメトロイドバニアっていうふうに記載されてましたけども、まあ、こ
今のこの時点ではさほど感じるとこはないのかもしれないんですけども、まあ、ちょっと見ていくとちょっとおっと思うところがあるんですけども、この辺とかちょっとだいぶっぽいですよね。メトロイドっぽいというか、こんな感じのね、ところどんどん進んでいくんですけど、ここの、地面、地面というかこの幅が狭いところですね、ここを進んでいくのにこんな感じで下2回押すとこんな感じでくるくるくるっとなるのでね、進んでいけるわけなんですけど、さらにですねここでボタン押すとほら、こんな爆弾が仕掛けられるんですけど、これ非常に似ていませんか？これちょっと大丈夫かなと思って、先日もあれじゃないですか、あのポケモンに酷似しているっていうゲームで、任天堂がね、なんか訴えを出したとか出さなかったとかっていう話ありますけども、結構まあもう任天堂という会社はそこそこね、そういうゲームの権利とかそういったものには厳しい会社だと思いますので、どうなんでしょうね。しかもそのメトロイドってそこそこ今でも稼働しているゲームじゃないですか、うん、というところで、まあどこまで許されるのか、まあ、どこまで黙認されるのかというところではあると思うんですけど、まあなんかそのポケモンでね、いろいろ言われたゲームはそこそこ売れたんですよね、うん、だからちょっとこれは黙ってられないというところはあったと思うんですけども、まあそういう一部のこのねメガドラ愛好家の中だけで遊ばれるレベルであれば特に何もお咎めはないかもなというところと、まあビジュアルはね似ているような似てないようなというところもありますのでね、うん、かなと思うんですけど、まあ BGM ですね、うん、BGM がどうなるのかなというところは非常に心配なところではあるんですけど、ただなんかこの、企画の意図自体はすごく僕ら世代の、まあ、メガドラファンというよりもこのセガファンというか、うん、まあ、大体ね生粋のセガファンだって言っても結構メトロイドで遊んだことあるっていう人も多いんじゃないかなと、僕もそうですしね、うん、でこういったゲームがセガのハードで遊べるっていうのも一つの威風的な、うん、ものかなというのもあるんですけど、これ多分ねなんかできるんでしょうけどね、本来はここで、うん、なんですけどまだデモ版ということで画面があるだけみたいな感じですね。はい、ちょっとね反対側の、方向にちょっと入ってみてるんですけども、結構ねやっぱ固まりますね、まあ、これはしょうがないというか、あくまでもデモ版なんで雰囲気を見れれば OK とするしかないところではありますけども、なんかこの辺の面の構成とかも非常に雰囲気は似てますよね、うん、まあ、レトロゲームに関してはわりかしあれですかね、そういう雰囲気似てるとかいうところが許される空気もあるのかもしれないんですけど、ねえ、まあジリオンのアップルは多分こんなコロコロとはなれないはずなんで、まあまあ、ゲーム自体は特にジリオンにしてるわけではないんでしょうけどね、うん、まあ、さっきまでジリオンって言ってなかったのでとうとうジリオンって言っちゃいましたけど、まあそういうことですよ BGM はね。まあでも逆に言うとなんかね、マーク3のジリオンの続編的な雰囲気でプレイできればそれはそれでね、いい意味での当時のファンにしたらノスタルジーを感じれるところかなというところはあるんですけども、これで下に落ちそうだけど下には何もないっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと行けるとこなるべく行ってみたいなと思うんですけど、フリーズしなければありがたいですけど、特にあれですね、多分
メトロイドの感じからいくとこのなんか血の池みたいなところに入ったらダメージ食らうんでしょうけど、特にダメージを食らうというふうな判定はついてないですね。でここに渡れて、ただ先がありますね。はい、なんかあのこういう風なあの意味深な建造物がありますけど、もしかしたらここはボス戦なのか、もしくはなんかアイテムみたいなのがあってアイテムを受け取れるような感じになってるのかもしれないですね、うん、はい、ということで、大体まあ、あのこんな感じですね。ということで、まあ最初にあの問題作というふうに言いましたけども、お分かりいただけましたでしょうか。そう、これこのまま無事に出せるのかどうかっていうのが非常に怪しい問題作でありますね。でもこのあの BGM に関してはあのちゃんと許諾を取ってこのまま使えるんだとすればなかなか最高だなと思いますけど、多分そういうことではないような気はするんですけどね。そしてゲーム性に関してはね、これどこまで許されるのかどうかというところなんですけど、皆さんあのよかったらこれが許されそうかどうかっていうあのコメントをいただけますでしょうか。あのこれだったらまあまあ、 あの許されるんじゃないか、いやこれはダメでしょうというところと、ちょっと思うところをねご忌憚なくいただければいいかなと思いますけど、まあまだあのデモということもありますし、まあ、いつ出来上がるのかとかそういうのもねあの不透明なのでちょっとわからないんですけども、うん、無事ゲームとしてね出来上がればいいなというところですけど、まあこの辺も全然未完成ですよね。なんかとりあえずこういう画面があるっていう感じになっているので、うん、あこれであれか、あの A ボタンで上に向けて打てるんですね。わあ、ちょっと変わった操作感ですね。あであれか、一応武器が選べるのか。変わり映えがあんまりよくわかんないですけど、あちょっと違うのかな大きさが、うん、まあ一応あのいろんな武器があって、いろんな武器を使い分けて進めるという想定なんだと思います。ということでね、こちらの問題作スペースハンターの方も、今後どうなるのかあの見守っていきたいなというふうに思います。はい、ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。アベッチでした。バイバイからのチャンネル登録。